歌です。ほやけどほんまに自然がいっぱいある良いとこ。月宿のおばちゃん話好き。あらまあお兄さん今日もご飯作ってはるの偉いわね。うちの人なんかお米も用途があるのによやれてほんまに。そんなん言ったかっておばちゃん米とげたら一丁前やで。ほやけどほんまに明るうて優しいおばちゃん。下宿で飼ってるメス猫アホ丸出しの顔してよく言おるねこいら。俺に色目使ってたまらない。甘えん坊でしゃあないで色目使って。ほやけど女と一緒に寝たんはこいつが初めてや。関係ないけど大阪の実家にも真っ白い猫がおりまして、真っ白けの猫やから白丸。頭の先からの先まで白丸。ほやけどもしもこいつが兜をかぶったらひこにゃんひこにゃんひこにゃんやないかい。良いところ平和でのんきで空気もなくって、船寿司も豪州のお米も美味しくって、とってもいい人たちにあふれた優しい町で、彦根良いとこ良い山がどっこいさのって。俺の両親のふるさとは岡山で、そのうちお母さんは林まで。戦で有名なとっても素敵な町、人口12,500人ってさっき聞いた。ほやけどほんまに出生率は全国平均よりちょっと高いんやって。正解ですね。1年前にここでちょっとライブをやりたいなと突然予約して
来てみたら、なんとお客さんがなんか20人ぐらい来てて大騒ぎになりまして、この畳の雰囲気、この庭の美しさ、すっかりハマってしまって、また次回からここでやりに来てもらおうかなと心に決めて今日はやってまいりました。いぐささんは素敵な宿で、ここから見る景色は本当に別世界のようで、住宅に囲まれた日本庭、ここだけが贅沢な空間、それを見ながら畳の上で汗をかきながらライブをやる痛快な気持ち、ほんまに良いとこ、いぐささん万歳。小さい頃には毎年夏休み1ヶ月ぐらい母方の実家の林までいっぱい遊んで、近所の神社でセミ取って、カブトムシ取って、スイカ食って、蔵でかくれんぼして、懐かしい思い出ばっかりと、この林間があんまり変わってないからとっても嬉しい今日この頃です。ありがとう。私はずれるけど、親父の方のふるさとは総社市の下倉というところにありまして、今回の大雨の影響で高橋川が氾濫して白尾線も動かなくなってしまったので、親父の墓参りが行けませんでした。だから林間もすごい心配してたんやけど、皆さんのおかげで大した被害もなさそうで、こうしてお集まりいただいて感動してます。だからもし何か被害があるようやったら、今日いただく投げ銭は全額寄付して林間の復興に役立ててほしいと、そんなことをちらっと思ってたんやけども、宿の方とちょっとその話したら、まあそらあのね、大丈夫ですよと、明るくて本当に安心して来させてもらったのが、あーマジな話でした。元へ戻って林間は本当にいいところ、今日は電車でやってきてホームの陸橋の上で見た眺めは40年50年60年前と一緒やないか。じゃけど遠くに見たらあんなに陽気家はなかったなと。あい林間良いとこ、良い山がどこへさるせ。はい、ブルースが楽しいのは本当歌いながらでも曲になるというね、本当に何も考えずに始めましたから、アンガスビーフのステーキガーリックピラフにビールを飲んで幸せなオーティスです。ありがとう、いい薬です。誰がお大したらいいね。チーズもう一枚。